ベテルベークは、ベルギーのブリュッセル首都圏地域を構成する19の基礎自治体の一つである。ブリュッセルビル、イクセル、オーデルゲム、ウォルウェ・サン・ピエール、ウォルウェ・サン・ランベール、スカールベークと隣接している。オランダ語大学のブリュッセル自由大学のメインキャンパスは、フランス語大学であるブリュッセル自由大学デラ・プレーンキャンパスと同じ場所にあり、厳密には隣接する。 自治体であるイクセルに属しているが、エテルベイクキャンパスと呼ばれている。伝説によると、ピッピに一世の娘にベルのゲルトルードはこの地に8世紀に礼拝堂を作ったとされる。神聖ローマ皇帝夫一世が966年に発表した文書では、この礼拝堂は英語アイイトレベックと記されていた。英語アイティレベッカの名は、 おそらく、俊敏な動きを意味する、ケルト語のエットと流れを意味するオランダ語のビークが合わさってできたもので、1127年に初めて現れた。現在の綴りは11年後の1138年、新しい大きな教会が建てられた頃に初出している。町役バリットル中世、エテルベークは1300年前後のブラバントを、 ジャン2世がブリュッセルにビールの課税権を与えた時代を抜いて考えると、ブリュッセルからほぼ独立した存落であった。その後、1489年には、ザクセンコアルブレヒト3世が新聖ローマ皇帝、マクシミリアン1世に対する反乱軍への攻撃のため、町を破壊した。1580年には、宗教改革の製造破壊運動によって再び、町は破壊された。 その後、平和が再び訪れたのは、オーストリア大公アルブレヒト七世とヒー、ヒイサベル・クララ・エウヘニアの時代になってからであった。2007年の市長、ビンセント・デウォルフ1673年、スペイン王カルロス二世が男爵領にこの地を組み入れたことで、隣のロドサン・ジュネーズから独立を果たした。最初の男爵は、オランダ陸軍の水筒がり、ドンディエゴ・ヘンリケーズ・デ・カストロであった。 カストロの家は1766年に売却され、現在でも市内最古の建物として見ることができる。フランスの地政下では、エテルバークはボルーエ・サンテティエンヌ・オゴーリのコミューンに組み込まれた。それ以来、特に1830年のベルギー、独立革命以降、ブリュッセルが首都として発展していくにつれて、エテルバークの人口は飛躍的に増大した。 1876年にはすでに1万人を超える人口がおり、1900年には2万人を超え、1910年には3万3000人を数えた。レオポルド2世の治世下では建設が盛んに行われ、町の様相を現在の広い通りと居住域を持つ者へと一変させた。アールヌーボー様式のコーシー家のツグラフィート、 ジャン・フェリックス・ハップガーデにエテルバークの典型的な通り、リュー・デ・ボーゼ、ボーレン・ストラット・エテルベークには、エテルベーク駅があるが、自由大学同様、この駅もイクセルにまたがっている。また、メロード駅とティエフリー駅、ペティオン駅の地下鉄駅も存在する。デカセルナ大通り付近の地域を再開発する計画が存在している。 この計画では、町役場と警察署が、行政中心地の新しい建物に移転することとなっている。この新しい位置は、レジャルダンデラシャッセあるいは中年ファンデヤヒトで開かれる、中世風刺の開催地となっている。ありがとうございます。